三春英探偵機関呉田博士気絶,絶・解絶平井の探検一人の男が失風のように飛び込んできた一大事件呉田博士は毎朝湯のへ湯を沸かして入浴する習慣になっている。 今しもいつものとおり入浴を済ませて今に帰りさっぱりとした体に洋服を着替えるとそこへ実験室の中澤助手がはしご段を駆け上がってきた「先生面会人がございます」「何でも大事件と見えて即刻お目にかかりたいと申しています」と言い終わらぬうちにまたもやトントンと騒々しい足音ついで失風のように飛び込んできたのは

炭山と申すものでございますが実は私の親戚の男が築地の西洋館で昨晩何者かに殺されたのでございます早速探偵上のお助けを願いたいのですがいかがでございましょうなるほどよろしい幸い学校の方も暇だから行ってあげましょうがその方は 全く息が絶えたのですか？と博士が静かに聞く。もうすっかり冷え切っています。ですが、警部さんも先生がいらっしゃるまでは死体に手をつけぬと申しておられます。それは好都合じゃ。では早速出かけましょう。博士と中澤助手とは手軽く身支度をした。 身支度と言ってもいつも探偵用に使ういろいろの道具を入れたカバンを実験室から持ち出していくばかりであるこうして3人は博士の家を出た途中でこの炭山という呉服店の主人の話すところを聞くと殺されたのはその義理の弟にあたる阿久津半一というものであった半一は商業学校を卒業したのちある会社に勤めていたのであるが この頃その会社の社長をしている外国人夫婦が本国へ帰っているので築地の明石町にあるその家へ留守に頼まれて行っていたのであるところがこの半一はあまり性質のよくない男であるから義兄の炭山とはさほど仲がよくなく時々その間にごたごたが起こる今朝もある事件のことで2人は会わなければならぬ必要が起こり かねて電話で午前8時に尋ねるからと打ち合わせしておいたので炭山は広人弁護士と一緒に築地の明石町の家へ行ったそして2階の半一の部屋の戸をたたいてみたが一向中から返事をしない下へ行って下女に聞くとその部屋にはゆうべは夜中電灯がこうとついていたから別段変わったことがありそうにも思われぬというので 再び2階へ帰り割れるばかりにたたいてみたがうんともすんとも言わない鍵穴へ鍵を入れて回してみても中から帳がしっかり降りていると見えてポキッと折れてしまうさあいよいよ何か返事があるのだと思ったから近所の交番の巡査に来てもらって金手子で戸を打ち砕いて入ってみると果たして大変だ半一は何者の手にかかったのか 着物の上から背中へ一本の探検をぐさっと突き刺されたまま床の上にうつ伏しに倒れていたのであったこんなことを話し合ってゆくうちに電車は築地橋のそばに着いたこれから3人は堀に沿って明石町の方へ行くと海岸に近い西洋館のギシギシと立て連なった一つの狭い横丁の方へ炭山は案内した そして一軒の素晴らしく高い赤レンガの家の前に泊まった博士は死体に刺さっている探検に黄色の粉を振りかけたよう一週到なるれた博士の観察二階の半一の部屋にはもう広人弁護士三宅探偵警部巡査等が 博士をを連れててくる山を待ち受けていた。見る半分破壊された扉まだ消されずに幽霊のように光っている伝統半分飲み差しの水の残ったコップ机の上に開いたままの本そして部屋の正面にうつ伏しになって倒れている半日の死体それらを見ると 実に一種の気味の悪い空気がこの一室に充満して思わずゾッとするばかりであるともかくも死体を検査してみましょうこう言って博士は腰をかがめて死体を調べ出した半一は267の年頃であろうかストーブの前に両手を広げて打ち倒れている 死んだ原因は疑いもなく探検を刺されたからなのでその探検は背中の左の肩の下に突き刺さっている細い絵の探検だまた死体の少し傍らの絨毯の上には時計のネジが落ちているふと気づいてストーブ飾りの上を見ればそこに据えてある置き時計のガラスの蓋は開いたままである 警部は博士の顔色を察してかご覧のとおり被害者は時計を巻くつもりでストーブの前に立っていた時にちょうどくせ者に忍び込まれたのですなネジをギーギーと巻く音でくせ者の,の足音が聞こえなかったのでございましょうで後ろから不意打ちにぐっと刺されたのでしょうがこの探検の差し具合から見ますると くものは右手よりも左手の利くすなわち俗に言う左利きのやつであろうと思われます。しかしそれだけは分かっておりますが、さてどうしてくせ者がこの部屋へ忍び込んだのか、またどうして忍び出たのか、それが一向に分かりません。これからだんだん研究してみましょう。 一応死体の体温を見て試験に取り掛かりましょうと博士は簡単に答えてかばんの中から医者の使う検温器と3分器というものを取り出したまず検温器をば病人の時にするように半日の死体の脇の下に挟んだ次には3分器を取り上げたがこれは殺人事件の時など博士がしばしば使う囚人器と同じような出来方で ちょうどおもちゃのポンプのように絵についている機械でその内部にはいろいろの薬の粉を入れておくで必要の時にはその絵を持って上下にあおれば一方のラッパのような口から内部の粉がパッと雪のように散って出てまこうと思うものの上に降りかかるまたその粉を機械の中へ集め戻そうとするときには前と反対のように絵をあおれば 散らばっている粉はスーっと吸い取られて一方のガラスの玉の中へ戻ってたまるような仕掛けになっているなぜそんな薬を撒くかというにその粉の変わり具合によって人間の手の油のついた跡だとか血の跡だとかいうことを学問の上から決められるためであるさて博士はその三分器を取り上げてきれいな黄色の粉を死体に刺さっている探検の絵の 黒いなめし川に振りかけた警部や探偵たちはさも珍しそうに何かささやき合いながら一心に眺めている博士はしばらく絵の表を見つめていたがその顔にはみるみる失望の色が現れた博士は何を失望したのだろう先生これはろっ骨を突き刺しております 大胆なる殺人犯やがて博士は無然として「ダメじゃこの探検の絵には指跡というものが少しもついておらん」「くせ者はきっと手袋をはめておったに違いない」そういたしますとともかくも下の女中を呼んで尋問してみましょうかと警部が聞く。 ちょっと待ってください。死体のある場所が大変必要なことになるのですから、一、二枚写真を撮っておきたい。えーっと、この室内のものは何も動かさなかったと言いましたね。では、窓は誰が開けたんでしょう。我々が参った時には開いていましたよ。と、ロト弁護士が口を出し、昨夜は非常に蒸し暑かったから、 多分この殺された半一君が開けておいたままだろうと思います博士はまたカバンを開けて軽便写真機抜き差し自在の三脚機測量士の使うような薪尺ものさし写生帳などを取り出したまず部屋の東の片隅に立って部屋の総体を写真に撮った次には南の片隅に移りながら中沢君 君一つその時計の前に立ってねじを巻く姿勢をとってください手を挙げてそうそうそれでよろしいと被害者のまねをさせてそれをも写真に撮ったさてすぐに1本のチョークをカバンから出してストーブの上の時計の前に立っている中澤博士の立ったその足の周囲に白線を引き今度は学士をよそへどかせて その白線の上に博士自身が立ってさらに2枚を撮影し一番しまいに死体を写し取ったこれが済むと写生帳を開いて部屋の大小窓の位置道具のあり場所などを写し始めた博士は何をするつもりなんだろう写真を撮ったり写生をしたりしたって犯人は見つかりはしない。 などと退屈した巡査たちはささやき合っている博士はそんなことには頓着せぬ集められるだけの事実は集めておかねばならぬといったふうにどしどし仕事をするところへ帰ってきたのは一旦外出した天野という警察医であった警察医は博士を見ると丁寧に挨拶をした博士は宣告死体に挟んだ検温器を抜き出して度数を読み 黙って天の医師に渡した。死んでから10時間経っています。と医師は検温器を調べながらそれにしても実に大胆な不思議な殺人犯ですそう不思議じゃと博士は助手を振り向いて「中沢君その探検に触ってごらん」。 中澤女子はちょっと絵をつかんでみるとごつごつと骨に触れる音がするので先生これは肋骨の端の方を突き刺しておりますわしもそう思うとる何でも非常な力でもって刺したに違いないそれにほら傷口の着物のところが少し中へねじ込んでいるだろうちょうど探検が刺さるときに ぐるぐる回りながら刺さったようなあんばいではないかこれは何ともがてんのゆかぬことであることに人間があらんかぎりの力を出してほかを刺す時にはまっすぐ通りこそすれこうねじれて入るというわけはないはずじゃがそうですね実に期待ですね不思議ですなあ わけがわかりませんね。と口々に周りを取り巻いて不思議があると天野医師が手をかけるのを博士はしばらくと止めておいてポケットの中から1本の糸を取り出したそして探検を2寸ばかり引き抜いたところで その糸を探検のはずらと並行するように助手に引っ張らせておいてさて刃物をぐっと引き抜いてしまったはずらが現れるとともに着物のねじれた跡は消えたご覧なさいと博士は指さして「この糸は死体の中の傷の向きを示しておるのじゃが傷の向きと着物の切り口とはもう一致しておらん」 その間にこんな著しい角度があるでしょう。これがすなわち探検の刃が回転した寸法であるこれで死体の検査も大体いい済んだから巡査が3人ばかりで隣の部屋の寝台の上へ運んでいったそしてその上へは白布をかぶせて皆また元の部屋へ集まったさて諸君 と警部は口を開いた。我々一同は死体を臨検し、その傷を検査し、床と道具とを残りなく調べ。なお、博士には写真を撮ったり、室内の寸法など取られたりした。けれども、今のところまだこれぞという手がかりを見つけたということができない。まことに近来の不思議の事件である。というのは、 ご覧の通り、この部屋の中で半日なるものが確かに殺害されている。しかるに、この部屋の出入り口はただ一箇所あるのみで、しかも、その一箇所の戸は内部から固く情が降りておったから、くせ者が外から開けられるはずがない。と言いって、この部屋の窓の高さは地上から五軒もあって、おまけによじ登るような雨どいもなければ、 何の足がかりもないから窓から入ったとも思われぬ。してみるとくせ者はどうして忍び込みまたどうして忍び出たかこれが実に大いなる疑問じゃありますまいか。しかしそれは疑うべからざる事実じゃねえ。すでにくせ者が現在この部屋におらぬところで見れば必ず逃げ出す道があったに違いない。 と博士が少し笑いながら言った警部は苦笑いして答えない博士はなおもつ追で「わしの考えるところではまずこうじゃろうと思う」「被害者はただ一人でゆうべこの部屋に読書をしておった」とふとストーブの上の時計が止まったのに気がついた仰いでみると「なるほど」 12時10分前で止まっている。で本をば机の上に伏せて立ち上がり時計のネジをかけているとそこをいきなり探検でやられたのじゃねえ。抜き足で忍び寄った左利きのくせ者のためにやられたのですね。たぶんはそうでしょう。があなたのおっしゃったとおり。 一応ここで下の女中を呼んで聞いてみようじゃありませんかどういたしましょうと警部は一人の巡査に命じてお松という女中を呼び上げさせたお松は相撲取りのように太った体をえっちらおっちらと二階へゆり上げてきた薄汚い一人の物もらいがまいりました 手紙あやしき手紙博士は一番先に進みよって「お前は知っているだろうがゆうべこの部屋に出入りしたのはどんな人々であったかはいいえいね出入りと申しましてこの家にはずいぶん大勢の方がおいでになりますからいちいちは覚えておりませんけれどもね」 とおまつはおでこをおさえてかんがえていたがああ、たったおひとりだけおぼえていますそれはだれじゃそこにいらっしゃるすみやまさんのおじょうさんのてるこさんがこのへやへおはりになりましたなにてるこがとすみやまはおもわずおどろいてそれはちっともしらなかった。 では、私には黙ってきたのだ。でその娘さんの来た時分は何でも9時にいらして9時半ごろにはお帰りになりました。ではあなたはご神父のことですから何のために照子さんがここへおいでになったか大抵ご存じでしょう。と警部が聞く。はい。 たぶんこうだろうと思います照子はと言い出そうとすると広人弁護士は何のためにか急に口を出してそれはお話にならぬ方がいいでしょうと遮ったすると警部は笑い出してなるほどいくら職業でも年若いご婦人を疑いはしません例えば 仮に照子さんの手が左利きとしても警部は何心なく言ったらしかったが炭山はそれを聞くとさっと顔色を変えたなぜかといえば自分の娘の照子は実際左利きであるからであるが警部はその顔色を見たか見ないか知らないが今度はお松の方を向いてずねだした今朝お前に聞いた時には 何か物もらい風のものが半市のところへ手紙を持ってきたことがあるとか言ったが、それはどういうものであったか。さようでございます。確か一週間ほど前のことでございましたが、薄汚い一人の物もらいがどこからともなく参りまして、表に阿久津半市様へと書いて、裏に差出人の書いていない一本の手紙を置いていきました。 そして手紙を私に渡すが早いか、ぷいっと逃げるように飛んでいってしまいました。私も変だと思いながら、とにかく手紙は阿久津さんへおあげ申しましたけれど、ところがそれからと申すものは、毎日のように、下駄のハイレアが来る、立ちんぼうのようなボロを着た男が来る、紋付きの三味線碑が来る、それがみーんな、 はんいちさまへとかいたおなじようなてがみをだれからかたのまれてもってまいるのであります。そしてしゃみせんひきなぞはいくらおっぱらってもすこしもでてゆかずしゃみせんにあわせてへんてこなわけのわからないうたをうたいながらあくつさんのいる2かいのまどをあおむいてはじろじろとながめてゆく。そのきみのわるいことったらございませんでしたよ。と。 お松はベラベララとしゃべり立てる。一同は目を見合わせて首を傾けるばかり警部はこの時不意に次の間の方へ飛んで行ったと思ったら糸で縛った西洋封筒の五六本の手紙の束を1つ持ってきたその中から1本抜き取って「これは死体を置いた寝台の枕元にあったのだがお前はこの手紙に見覚えがありはしないか?」。 そもの物もらいたちの持ってきた手紙はこれではないかどうだえええええこれに違いございませんと松は一目見るよりすぐに返事をした警部はその封筒の中から手紙を引っ張り出したそして打ち返し打ち返し眺めていたが不審に絶えない顔つきをして博士に渡しながら「ちょっとご覧ください」 先生はこれにつきどうお考えになりますかどれどれと博士は受け取ってまず肉眼でじっと調べ出したと博士の太い眉もまたピクリと動いた「手紙手紙怪しき手紙」これにはそもどんなことが書いてあるのだろう なには命がないが恐ろしき手紙の文句博士は10分間ばかりも見つめていたがやがてポケットからレンズを取り出し窓際の明るいところへ行って手紙をのぞき始めたしかしそのレンズでは度が弱いと見えてもどかしそうに2度ばかり強度のレンズと取り替えてみておおなるほど。 これは面白いものが見つかった。なかなか不思議の絵が描いてある。ひろとさん、あなたはどう思いなさる。弁護士は手紙を受け取ってテーブルの上に広げてみる。その手紙というものは粗末なザラザラした西洋紙であって、その上に赤インキで片下がりのまずい字で次のような文句が書いてある。こちらのいうことを。 6日以内に実行せよ。もし実行せぬ時には7日目には汝の運命はこの絵のようになるべし覚悟せよその文句の下には絵が描いてあるがその絵というものは人間の骸骨が片手に剣を握り片手に生々しい人の首を切って下げているところで 絵は拙いがきれいに描けている実に恐ろしい脅し文句ですなつまりこの手紙を書いた者が半日に要求したことを6日のうちに叶えてくれねばこの絵のように殺してしまうぞというわけですなそうでしょう期待な手紙もあればあるものですね一体物もらいは誰から頼まれてきたんでしょう などとくぐちに言い合っている。さあ手紙の差出人を探偵するにはまずその物もらいより取り調べるほかはない早速私はその方面から取りかかりましょうと警部はいすから立ち上がったいやあなたが行かれる前にもう二つの問題がありますと博士は言った 一つは例の探検じゃあなたのポケットにやりなさろうもう一度見せてくださらんか言われて警部はどうやらしぶしぶと探検を取り出してみせる博士は端から端まで残らず調べてみて形といい材料といいまことに珍しい探検であるアルミニウムでこしらえた絵はついぞ見たことがない それに本の表紙にするモロッコ革を使ったのも類がないアルミニウムは軽いからでしょうと警部が言った博士はまたもやレンズで探検を覗き出した射精帳へも書き取ったそれから物差しと腕脚糸を取り出して探検の大きさを詳しく測っていちいち手帳へ印入れたさて第二の問題は この家の家向こう側の家じゃ。こう言って博士は実際に歩み寄って外を眺めた向こう側に高く並んだ西洋館の屋波の裏がずらりと見えるこの家から向こう側まで約10軒もあろうかその間には柳の木が生えていて柳の下には砂利を敷いた道が通じている博士はしきりに向こう側の家とこちらの窓との位置を考えていたが 向こう側のあの屋根のとがった家だねもしあの家の二階の窓の中にゆうべ誰か人がいたとすればと博士は指さしてこの部屋で人殺しのあったのが見えてなくてはならぬはずや。この部屋には電灯が夜通しかくかくとついていたというからさようですなあ 見えてなくてはならぬはずですな。と警部は答えたが、博士はなぜまた何の関係もない向こう側の家などを気にかけるだろうと言ったようなつまらなそうな顔つきで、それはそうですが、いや私はちょっと署へ帰らなければなりませんから、あなた方も一応ここをお引き取りください。 彼は左の手の手中指がない。探偵の手がかり警部や警察医や巡査などが一旦立ち去った後で博士は助手と弁護士と炭山と共に部屋を出て前の庭へ出て植え込みの間を歩きながらなお相談を続けている今度の被害者ですねあの半一君が死んだについて。

その父がまた病死しました。臨終の時に父は半日を枕辺に呼んで「自分の財産は全部お前に譲るから峰蔵の遺族を保護してやれ」。なお峰蔵の息子の豊かが21歳になったらば財産の3分の1を分けてやれ。と こういういを渡して亡くなくったのです。しかるに半一は今朝も申し上げましたとおり性質のよくない男でしたから父の遺言を少しも守らぬのみならず大切な遺言状さえ破り捨ててしまってどういうわけかかえってその友人の山村武という悪いやつに財産を分かつ約束をしてしまいました。 このしにはおれんという妻がありますがこれも夫に劣らぬよくないやつでありますそして半一は豊かが今年で21歳となりましたが一向をかまいつけぬような次第でありましたで半一が友人のしに財産を分けるというその契約書はもう出来上がっておったのか と博士は尋ねたね残念にも半一が殺されぬ前に出来上がったようでした」と炭山はため息をつきそこで私の娘の照子がゆうべここへ半一を訪ねてきたわけですがこれは戦国広戸さんのお言葉で刑事さんにお話しするのをやめてしまいましたが実は照子は 豊かの許嫁になっていたのですでる子は半一が亡き父の遺言に背いてその財産を豊かに与えぬのを日頃から残念がっておりましたがゆうべも多分その相談をするために半一を訪ねてきたことと思いますその半一君の友人であった山村武というのはどんな人間じゃろう 以前は機関士か何かしていて今は機械士となり製図などを引き受けて暮らしているようですがもともとほうとう者ですから今はよほど貧乏しているに相違ございませんしてどんな顔つきの男から私もただ一度会っただけですが一見見たところでは性が低く小綺麗で 痩せていて頬のひげを剃った跡が青々としている男ですそれから左手の中指がなかったと思います左手の中指がないおうして住所は王子に住んでいますこれで博士と炭山との問答は終わった炭山と弁護士とは なお罪人の探偵について博士に頼んだ上、え、ひとまず庭を出て行った。あとには博士と助手とが残った。ところへ通りかかったのは女中のお待つであった。ああ、ちょいと女中さん。と博士は急に呼び止めた。先生、なんでございますか。あの、半一君のいた部屋の窓から真正面に見える、 向こう側の屋根のとがった西洋館ね。あれは何番地になるじゃろうあれは明石町の六番地になりますよ。あの家はあれでホテルでございますから、いろいろの人が部屋を借りているようでございますよ。ああ、さようか。と博士はうなずいたが。ところでもう一つお願いがあるよ。 わしは戦国二階の窓から首を出している時こういう形のものをこの庭へ落としてしもうたがお礼をするから一つ探してくれないかと名刺の裏へ真ん中に六角の穴の開いている一つの平らな丸い小さな板の図を書いて女中に渡した中澤博士は思わずびっくりとした。 なななるはののでならない先生もいいかげんででたらめをおっしゃったものだ何もそんなものを落としもせぬくせに。と思ううちに博士はもう門を出て街を横切り向こう側の方へどんどん歩いていくので学士も黙ってついていった。 博士はお松から教わった六番町のホテルの前に立ったそして首を上げて下宿人の名前の札を端から読んでいるところへ白い前掛けをかけた若い下女がほうきを持って出てきた,どなたをお尋ねですか。ああちょっと尋ねるがね裏2階の左から3番目の部屋を借りている人は何と言ったっけね と博士はとぼけた顔で訪ねてみる裏2階の左から3番目の部屋といえば向こう側の半一の部屋と向き合っていたところで宣告から博士がジロジロと目をつけていた部屋であるでは3番の方ですねあの方は弁護士の有島陸をとおっしゃる方じゃありませんかと下女は何心なく答える <laughs> そうそう その有島さんを訪ねるのだ。ただいまお留守ですよ。留守かいえ留守でもいい。わしは有島と懇いなもの。じゃからちょっと書き残していこう。博士は助手を連れてずんずん二階へ登っていく。と廊下の曲がり、角に三番という札のかかった部屋がある。その前まで来るとピタリと足を止めてじっと耳を澄ましていた。 中からは「ブンブン」と何か糸のうなるような異様な物音とバタバタと人の足音とが漏れ聞こえる博士はそっと細めに戸を開けて一応中をのぞき助手の方を帰り見て「ちょうどいい」と言ったようにニッと笑ったそして今度はなおも音を立てぬようにスうッと戸を開けて 2人とも全く部屋の中へ入ってしまった中には10ぐらいのおとなしそうなボーイが1人でディアボロの駒を遊んでいたブンブンと音のしたのはそのせいだボーイは一生懸命夢中になって遊んでいるから出し抜けにお客様のあったのにも気づかないそのうちにやり損なって駒はコロコロと床に転がった 博士はててやくっっごめんなさい有島さんはお留守のようじゃねえボーイはびっくりどぎまぎして先生は今日は戻りません僕のいない間にもう立ってしまったんですものどうして今日戻らないのがしれたな置き手紙がありましたからこれですよ。と渡すのを見ると 赤で書いてあいでてる。万年筆を使ったらしいああ赤ンキの文字読者諸君は何か思い出すことがあるだろう博士はちらとその文字を目に留めたがそしらぬ顔で「実はわしの訪ねる人に有島という人があるのじゃ」でこの部屋のご主人がもしやそうかと思って参ったのであるが何かな ご主人は背が高くて痩せておって色が黒く頬ひげをきれいに沿っておられるかなとそろそろカマをかけて聞き出したい,いえ違いますここの先生は痩せてるけれども背高じゃありません色も黒くはありませんいつも色メガネをかけていますそれからわしの尋ねる人は左手を痛めているが はあ、ここの先生も痛めているかどうか知りませんけれど始終左の手に手に袋をはめています。中澤学士は思わずピくクリとしたさっき博士が探検の絵を調べた時絵には人の指跡がついていないからくせ者は多分手袋をはめていたろうと言われたのを思い出したからだ「手袋をはめています」というボーイの言葉を聞くと 博士はさも満足したような目つきをしたがともかくもご主人に会えないのは残念じゃでは一筆書き残していきたいから紙をくださらんかと言ったボーイは何気なく戸棚から安物の書簡紙と西洋封筒をとを取り出し隠つ壺へペンを突っ込んで渡した博士はさっと紙をなでてみて すらすらと走り書きにペンを走らせ今や封筒に上書きまでしようとしたが急に思いついたようにそそくさと手紙の紙を折ってポケットにしまいこみいや手紙ではやっぱり用向きがわからぬいずれ二三日中に改めてお伺いするからご主人が帰られたら高度が訪ねたとこう告げてくだされと またでたらめの姓を名乗ったままあっけに取られているボーを残して二人は急いで室外に出てしまった先生なぜ手紙を書きかけてお出になったのですいやこれは証拠のために彼の書簡線を奪い取る手段だろじゃ。とせわしく問答しながらはしご段の窓の下まで来ると博士はポケットの書簡線をつかみ出し レンズを上へ当てて少し眺めたが思わず閉めたと手を打った博士は何を発見したのだろう玄関へ出ると白い前掛けの下女がまだ掃除をしていた博士は下女に向かって「女中さん2階の有島さんはいつごろからこの家に下宿しているんだれ、ね?」 ついひ一月ばかり前からですよ。今朝は何時頃に出かけだろう。八時頃でございました。なんでも五尺ばかりの細長い包みを持って慌ててどこかへ送るまでお出かけでございました。なんでも鉄棒かなんぞのような形をした細長い包みでしたよ。おお、鉄棒のような形をした細長い包み。 鉄砲のような形をしたと博士は口の中で繰り返した後有島の乗って出たという車引きを訪ねると立教中学校の裏手の車宿の男というシャだということが分かった博士はすぐその車宿へ行ってみたそして男という車引きにあって有島の顔つき体つき今朝の行く先まで聞き出した へえ、上野のステーションまでお乗せ申しましたが何でも有島の旦那はそこで王子までの切符をお買いのようでした。と男は言った王子といえば炭山の話では殺された半一の友人の山村武の住んでいるところだがと中澤助手は腹の中で一人で考えていた。 けれども博士のすることはまだよくわからないさあそれだけが不思議ですそこに探偵の活眼がいる博士の活動はそればかりではやまないそれから電車で銀座通りへ出て二三軒の金物店へ寄って鋼鉄だのその他の金属だの 1一丁の古い戦場銃や長い銃剣などを買い込んでようやく高輪の家へ帰った何のためにこんなおかしなものを買うのか中澤助手には少しもわからないその日の夕方博士の家の2階の部屋には博士中澤助手堀助手広人弁護士の4人が集まって相談していたテーブルの上には1本の探検が載っている おや、この探検は今朝築地の家から警部が持って帰ったものではないですかと弁護士が不審があると博士は笑ってはッは本物に見えますかそれは堀君がわしの写してきた探検の絵を見て作った偽物なんじゃえ偽物とびっくりする驚くも通り、り匠とも匠 半日の背中に刺さっていた探検と寸分たがわずできていたこの時玄関に車の止まった音がしたと思うと急いで駆け上がる人の足音ついで転げるように入ってきたのは例の呉服屋の主人炭山である見ると目がちばしって息を弾ませている先生た大変なことになりました娘が テル子が縛られて警察へ連れていかれました何照子さんが捕獲されたと博士はぞんがい落ち着いた声で言ったでは照子さんは左利きですかうん悪く左利きなんですけれども娘がそそんな人殺しをするなんぞとんでもない ああ、先生どうか早く救い出してくださいよろしいご心配なさるな明日までには必ず救ってあげましょうと言うているところへまたもや検査やをガチャガチャ鳴らせて入ってきたのは誰かと思いのほか現在目の前にいる住山の娘を縛った警部であったそれと見ると博士は住山の心を察して しばらく次の部屋へ入れて避けさせたやあいらっしゃいと博士は機嫌よくだいぶん手回しがいいようじゃねえもう賢議者を捕獲したとかいう噂じゃがええいつまでものんきなことをしておりますと警察の威信に関わりますからなで実は炭山の照子という娘をあげたのです とおおあの娘になぜ嫌疑がかかったろうそれは博士もご承知でしょうが照子は半一の甥の豊かの許嫁になっていますところで半一は父の財産の中から豊かへ少しも分けてやりませんから照子城までが日頃半一を恨んでいた次第でありますそこで昨晩 藩一と一番しまいにあったのは照子ですおまけに照子は左利きでもあるしまた女中のお松の言うところでは怪しい手紙を物もらいを使って藩一に送らせたその送り主はどうも一人の婦人であるとのことです夜のことではっきりわからなかったがその体つきが何でも照子によく似ていたと申します こういういろいろの事実から考えてみるといよいよテルコが怪しくなりましたから権利者として断然認知したのでありますしかしテルコはどうして鍵のかかっている部屋へ出入りができたろうさあそれだけが不思議ですぜひ先生に研究していただかねばなりませんと警部は少ししょげていったですが 私どもが塔を壊して入ったときには、すでにくせ者の,の影も形もなかったのですから、どうにかして逃げ出したには違いありません。これだけは先生もお許しなさるでしょう。ところが、わしには承認できない。どういうとびっくりなさろうが、なるほど。あなた方の入ったときにはくせ者はおらんであったろう。が、 では、どこから逃げ出したかという痕跡に至っては一つも残っておらんではないかでわしの考えではくせ者は一歩たりともあの室内へ踏み込んだことがないええっくせ者が室内に入らずに入らずに殺したとおっしゃるのですかそうじゃ一歩も入らずに殺人犯を行ったのじゃ 不思議といえば不思議じゃが、だんだん研究してみれば何でもない。そこに探偵の活眼がいる。ですけれども、実際探検が半一の背中に刺さって血が流れていたではございませんかそれでも癖物が入らなかったとおっしゃるのはどういう次第でしょうはっはっはっは。<laughs> <laughs> 聞きたいと言われるなら、いや、 聞かれなくとも照子さんのためにぜひあなたに説明してあげなくてはならぬがまず実際はこうであると博士は形を改めた離れていての殺人犯しかも一歩も部屋に侵入せずして探検で刺した不思議の殺人犯世にこんなわけのわからぬことがあるだろうかそこに居並ぶ人々は 皆固唾を飲んで博士の説明を待ち構えている破天荒の殺人事件おそらく世界無比博士の眠そうな目は日頃ににおわずカッと大きく開いて光っているその目でずらりと一座の顔を見渡してから口を開いた今度の事件は。 全く今までに類のない実に破天荒のやり方であるまず半一の殺されていた位置から離さねばならぬが半一は諸君も知られる通りストーブの前に立って置き時計を巻いていたのをやられたのであるそして探検は左肩の下背中に刺されたのであるがその探検の向きをよく調べてみると絵はちょうど 開いてあった窓の方に向かっておったあの地上から5軒の高さにあるさようそこでなおあの探検を詳しく検査するとと博士が机の引き出しへ手をかけた時コトコトと戸をたたくものがある中澤助手が開けてみると半一の住んでいた築地の家の女中お松であった先生 庭へお落としになったとおっしゃいましたからよく見つけましたけれど容易に見つからずようやく一本の木の枝に引っかかっておりましたのを見つけましたとお松は小さな紙に包んだものを出したそれはありがとうご苦労さまでしたと博士はいくらかの謝礼をやってお松を返したあと さて、お話しかけた探検のことであるがこいつ実に珍しいものでここに偽物があるからお目にかけてあげましょうと言って取り出したのはさっきの堀助手の作った探検であった博士はあきれかえっている警部の顔を尻目にかけながら今度強硬に用いた探検はご覧のとおり 世にもも稀なる細いもので手に握っている人を突き刺すよりは遠くから投げる方がかえって便利なくらいのものであるそして歯は当たり前の鉄でできてい,い柄は軽いアルミニウム手で握るところのこぶまでがきちんと機械的に六角でできていてとても普通の市内の刀剣士などがいたものではない。 わざわざ何らかの目的のために作ったものに相違いないのじゃ次に探検の絵から刃先までの各部の大きさを測ってみると怪しくも皆同じ大きさであるすなわちどこの差し渡しも6部ずつあるところがこの6部という寸法は偶然にも 東京の各銃砲店で売っている洗浄銃の光景ときっちり合うのであるここで博士は部屋の隅から一丁の鉄砲を引き寄せた築地の帰りに銀座で買ってきたものであるそして探検の刃をつかんで方向からすぽりと中に入れると探検はスルスルと重心の中に入ってまた下の方の口に現れてた ほうと警部は肝を潰してでは先生はあの探検は何やつかが鉄砲で撃ったのだとおっしゃるのですかそうです絵をアルミニウム作りにしたのは重さを減らしたのであるすでに人を殺すために作るのであるから探検はできるだけ深く人の体に刺さるのを発する それには刃先を尖らすのみならず刃がぐるぐると回りながら刺さる方がいい実際あの半一の傷と着物の切れ目とを調べてみると探検が回転しながら刺さったということは諸君も知られるところであるさて探検を回転させて刺すためにはどうしても重心の力を借らねばならんのじゃしかるに困ることには絵が邪魔をする それを防ぐには何か金属製の柔らかい座を使う必要があるつまりうまく銃の溝へはまって探検を回転させ発射と同時にすなわち剣が銃口を離れると同時にそれだけはスッと下に落ちる仕掛けがいるここに堀君に作ってもらった座があると取り出したのは 真ん中に六角の穴の開いた一つの平らな円盤である博士はまた堀助手に命じて第20号の後継銃に用いる無煙火薬を実験室から持ってこさせ九段の座を銃の下の方の口に半分現れている探検の小ブにあてがい重心の中に探検とともにすっかり押し込み弾薬を装置して口を閉じたそして部屋の戸を開くと 隣室の正面の壁には藁で作った一つの的がかかっている「中沢君一つ撃ってごらん」と銃を助手に渡すと中澤学士はその銃を肩に当て狙いを定めて8紙引き金を引くと思ったより鈍い低い音がして探検はすっと稲妻のように銃を飛び出し藁らの的に ぐささっっと深く絵まで刺さった。一同の者は声も出ずにただ簡単の目を見合わせているばかりであるくれた博士の大成功不敵なる犯人の収穫博士は右の手のひらを開いて見せた。 中からは今築地の女中のお松が置いていった小さな紙包みが載っている紙包みを分けると博士が名刺の裏に図を書いてお松に見せたような真ん中に六角の穴のある金属製の平円盤が出てきたこれはお松があの半一の住んでいた家と向こう側の六番地の西洋館との間の庭で拾ったものであるが これが実に大切な証拠である。とういうのは。と言いながら博士は今中沢学士の打った銃の口から落ちた座すなわち平円盤を拾い上げてお松の持ってきたのとピタリと合わせると子はいかに両方の平円盤は大きさから形から少しもたがわぬ同等のものである。これで。 者がまったく鉄砲を持って探検を打ち込んだことがお分かりでしょうわしは築地の家へ行って少し調べるうちにそう気づいたから試みに女中に頼んでこれを探させたところが果たして落ちていたのは幸いであったまったく交参いたしましたとさすがの警部も恐れ入ってしまった いつもながら先生のお手際には敬服のほかございません。がさて発砲した本人は誰でしょうまたなぜ発砲の音が近所へ聞こえなかったのでしょうそれは空気圧作銃を用いたからである。あれでやると音もしないし探検へ炎症の後などの残る心配もない。 どこからどこまでもこのくせ者は注意して凶行を行ったものじゃそこでくせ者は誰かという問題じゃがこれもわしにはわかっておるがそれをお話しする前に例の骸骨の書いてあった不思議な手紙をもう一度見せてほしいものじゃこれでございますかと計部はポケットから物もらいが半日へ持ってきたという手紙を出す。 博士はそれをテーブルの上に広げて指さしながら「この封筒も書簡線も粗末なもので事態はすこぶるつたなく野痢である」「しかし陰気だけは不似合いに上等すぎる」「この陰気は製図紙や機械紙が万年筆に含ませて使うものに違いないとわしは思う」「ことに書き手が製図紙に違いないという証拠は文句の上にある」 この骸骨の骨絵じゃねえ。よくよくレンズで調べるとこれをきっちりと紙の真ん中に書こうために物差しを当てて一旦鉛筆で線を引きゴムで消した跡がありありと見えるしかもそのゴムの消し崩の残ったのを検査すると製図紙の用いる柔らかい赤色のゴムであるこれらを思ってみるも 手紙の出し手が製図を職業とするものであることがお分かりじゃろう次に向こう側の六番地の2階にいた弁護士という男に目をつけたのは諸君も知るごとく半一の立っていた場所から振り向くとちょうどその窓が見通しであったからであるああ、半一のいた位置が大切だからと言って写真を撮ったり中沢君を立たせてその足回りへチョークを引いてみたり またそのあとへ博士が立って窓を眺めたりしたのはさてはそういうつもりであったのかと博人弁護士は心中で大層を心している博士は言葉を継ぎでわしはその向こう側の弁護士の有島という男を訪ねたがちょうど留守であったのを幸いその2階の部屋へ入り込んで毛衣をだまして書簡戦を奪い取ってまいった。 なおちらと見るとその部屋のテーブルの上には製図者の使う物差しゴム陰気なぞがあったのを確かに見てきただから有島という男は弁護士でも何でもなく実は製図師であったのであるそれからボーイに聞くとその男は背が低くて痩せていて眼鏡をかけており始終左手に手袋をはめていたそうじゃ また今朝早く鉄砲らしい形をした細長いものを包んで上の停車場に車で駆けつけ王子までの切符を買ったということである念のためその書簡紙とわしの奪い取ってきた書簡紙とを比べてみましょうで両方を比べてみると紙の質からインクの色から字体からことごとく同一であるばかりでなく しの片隅にあるギザギザの刻み目までしっくりと合う警部は検査屋を握りながらバネ仕掛けのようにすっくと立ち上がったその有島という男は一体何者ですかすぐに捕くせねばなりませんそれを探偵するのはあなたの役目じゃが一ついいことを教えてあげよう 今度半一が死んだについて一番得の行く一人の男がある。それは山村武という男で半一の友人であったそうだが呉服屋の住山さんの話によればその男は大層な悪い奴で放灯者で商売は精寿しだそうじゃ。が精が低くて痩せぎつで小切れで。 大ひげを剃った跡が青々とがしている。また左手の中指がないそうじゃところでわしの探偵したその有島という男も同じく背が低く野せぎつでこぎれけれども人に見られるのを恐れるようにいつも色眼鏡をかけて左手には必ず手袋をはめているのである。 そしてその両人の書いた手紙を比べてみると全く同一ああもう大丈夫ですもうすっかりわかりましたと警部は面目投げに頭をかきながらそれにしても私の粗相でございました罪もない照子さんを捕獲させるなんて炭山さんに対して何とも申し訳がない呉服屋の炭山は隣の部屋から飛んできた 娘の無罪が警部に分かったのを見て踊り上がって喜んでいるみんなは口々に「おめでとうおめでとう」と室内は喜びの木に満たされていた憎むべき役人山村武はたちまち捕獲された彼は王子の自分の家の庭へ半日を殺すに作った一丁の鉄砲を埋めて自分の罪を塗り隠そうと土を掘り返しているところを 幾人かの巡査に取り囲まれて。難なく縛られてしまったのである。